日本放送協会日本放送協会放送局の一覧 NHK 福岡放送局 NHK 福岡放送局は福岡県の西部を放送対象地域とする日本放送協会の地域放送局である現在の正式名称は NHK 福岡拠点放送局であるが従来の拠点を省いた名称も広く使用されている1930年12月 九州地方で2番目に開局した。熊本局の支局的な存在としての発足ではあったが、第二次世界大戦後、福岡の大都市化につれてその役割が徐々に移り、現在では九州、沖縄8県を統括する拠点局で、ローカル番組のほか、全国放送番組、九州、沖縄向けの館内ネットワーク番組も制作している。本部、大阪。 名古屋に次いで規模の大きな拠点放送局として機能している。ラジオ第一放送は送信出力が1 0 0ットで、福岡県をはじめ佐賀県及び長崎県の壱岐市、津島市や大分県西部の山間部などの南朝市地域でも受信されている。マスコットキャラクターは、フック。六本松に移転して20年になったのを機に局として初めて制定した。現在、 情報カメラを福岡タワーや九州自動車道のトスジャンクション付近や NHK 福岡放送局屋上、天神の名の津通り、博多駅付近などに設置。特に福岡タワーや放送局屋上や天神の情報カメラが稼働率が高い。福岡県は全国的にも珍しい県内 NHK に放送局体制で福岡局の他に北九州、恩が、 建築 k 地区、地区法をエリアとする NHK、北九州放送局があり、平日18時台、20時台のローカルニュース枠では一部、それぞれ独自の番組を放送している。自主制作番組に力を入れており、代表的なものとして、福岡発地域ドラマがある。これは、東名阪3局以外の地方局で唯一、定期的に作られている、テレビドラマである。このか熱血、 親父バトル、トンコツ TV などの音楽番組も制作している。拠点局であるため一時組織上センター制を採用していたことがあり、各部はセンターの下に置かれた。会館ビルも放送センタービル名義となっている。このほか NHK 関連団体も独自に福岡にブロック拠点を設けており、これらとも連携して業務に当たっている。なお、 直下型地震による被災や放送設備のトラブルなど何らかの事情で NHK 放送センターが機能不全に陥った場合には NHK 大阪放送局から衛星放送を介して全国に向けて放送を代替創出できるようになっているが大阪放送局も機能不全に陥った場合に備え福岡放送局にも衛星放送を介して 全国放送を行える設備が整備されている。NHK 総合のリモコンキー ID 報道室、通信部は組織体制を見直し、県内2局が一体となって運用するシステムとなった。その再県内の通信部は廃止され、福岡局管内には以下の2つの報道室が置かれていた。2015年度の職制改正で市局となっている。 2021年3月29日以降、現在の番組の詳細は、公式サイトの番組情報一覧を参照。太字は、リアルタイム字幕放送の実施番組。平日朝、平日午前、平日夕方そのタラジオのローカル枠、福岡局では、2006年8月に、福岡市で発生した、飲酒運転の車による産業時死亡の交通事故を、契機とし、追放。 飲酒運転キャンペーンを展開している。ブロック内各局の夕方ニュースにおいて、ほぼ毎月各局取材の関連のリポートを放送しており、飲酒運転の撲滅を目指し、常に注意喚起を行っている。また、ラジオ第一では随時、アナウンサーのナレーションによるキャンペーンスポットを放送している。2008年度から、自らも交通事故で娘を亡くしたタレント、 風見信号を起用した1分間のキャンペーン CM を、まず、福岡県内で放送し、現在は、九州管内に拡大。2013年の時点では、通常のニュースにおいて随時リポート企画を行っている。ありがとうございます。